ドンムアン駅は、太陽国の首都バンコクとドーンムアンクにある、タイ国有鉄道北本線及びダークレッドラインの駅である。ダークレッドラインのドンムアン駅ホーム2017年の、ドンムアン駅構内空港シャトル列車にも使用された、NKFK 機動車ドンムアン駅は、太陽国バンコクとの、人口約17万人が暮らすドーンムアンクにある。 従来の地上駅の正面側は東向きであり、駅正面側を北本線と並行してウィパーワディランシット通りが走っている。クルンテープ駅より 22.21km 地点に位置し、普通列車利用で40分程度である。2021年のダークレッドライン開通により、従来の地上駅の南側に、高架駅が開業した。従来の地上駅は、 ドンムアン空港の国際線ターミナルの前に位置しており、空港との間は連絡歩道橋で結ばれている。また、高海駅はドンムアン空港の国内線ターミナルと連絡歩道橋で結ばれている。スワンナプーム国際空港が開港する以前はドンムアン空港利用客の輸送も多く、当駅クルンテープ駅間では空港シャトル列車の運行も行われていた。また、 バンコク都市圏に位置していることから、朝ラッシュ時には東駅フワランポーン駅間の通勤列車も多数運行されていた。しかしながら、2000年代に入り、空港シャトル列車は、スワンナプーム国際空港の開港に伴い運行を終了し、通勤列車もバンコクと新部の踏切による道路渋滞緩和を図るためほとんどが廃止され、 当駅発着列車本数は大きく減少していた。当駅を含む北本線ランシット駅以南の区間については、1990年代にボット方式による鉄道高架化が計画、着工され、当駅構内でも直上高架方式による高架強構造物が建設されていたが、1997年の同計画中止により建設は中断された。 その後2000年代になって北元線沿いに万国北方へ向かう路線はダークレッドラインとして円借館を活用して着工された。この計画では大国鉄在来線の乗り入れが可能な高架鉄道を建設するものとしており、当駅構内等に残存する高架橋構造物は回収して活用または撤去することとされていた。2021年8月2日。 ダークレッドライン第一期区間のバーンスー、ランシット間で無料運行が開始された。ダークレッドラインは新たに建設された高架駅に発着している。対最初の関営鉄道であるクルンテープ駅アユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。この時点で当駅はまだ開業してなくその後の開業である。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅であり、駅舎はホーム2面している。公開機は4面8線を有する。ありがとうございます。